南子先生。はい。質問来てます。別の動画で自分が受けたくない診療にインプラントっておっしゃってたと思うんですけど、なんでですか？あ、これね、実はこの前回のインプラントの動画でコメント上げてたんだけど反映されてないんだよね。 TikTok 側にも言ってるんだけど、ごめんね、私にも理由がわからないので、一応コメント上げてるんだけども、その理由を言うね。インプラントっていうのはね、自分の歯とは全く違うの。チタンという金属の人工の根っこを骨の中に植えて、その上に人工の歯をかぶせるっていう処置なんだ。自分の歯っていうのは本当によくできててね、ギュッて私たちが噛むと歯と歯茎の間から組織液が出るんだ。その中にたくさんの免疫細胞があって、口の中のばい菌をやっつけてくれるの。ところがインプラントは骨とガチガチにくっついちゃって、そのばい菌をやっつける機能っていうのが著しく低いんだ。だから一生懸命歯磨きをしないと、まずインプラント周囲炎というインプラントの周りにたくさん炎症を起こして膿が出たりっていうことを招いてしまうぐらいのシステムなので、今入れたばっかりの人はまあ問題ないよ。10年ぐらい全然平気。私が心配してるのはやっぱり老後なのね。で、本気得するよ。一番最後、寝たきりになりました、病院には行けません、で、インプラントが問題がありますって言った時に見てくれる人がいる。それは訪問歯科医師なの。だからインプラントは否定しません。インプラントのシステムはとても有効です。例えば20歳の女の子が事故で前歯全部失ったらインプラントすべきだよ。その人生やっぱり豊かにすると思う。でも一番大事なのはその最後なの。つまり何が一番問題かというと、インプラントが問題なのではなくて、インプラントの歴史が浅いがゆえに、インプラント周囲炎または老後困った人たちの受け入れ体制が歯科会で整ってないということなの。今それを日本インプラント学会とかが一生懸命そのインプラントのガイドラインを作ってる。それが整ったら私もおすすめできるかな。そして最後の理由、私は私の体を持ってインプラントをしなくても自分で一生懸命歯ブラシして歯医者さんに行けば自分の歯は守れるんだよって、私の体を持ってみんなに伝えたいの。だから私はインプラントはしないよって、そういうことなんだよね。長くなりましたが以上です。ありがとうございます。